突然ですが、皆さんは地形と聞いてどのようなものを想像されるでしょうかえ。おそらく多くの方が山や谷など起伏のある地形を想像されると思いますが、海底も陸上と同様にそのような凹凸が見られます。中でも高さが1000メートルを超えるような大きなものになってくると海山と呼ばれており、その海山は物によっては富士山よりも大きなものも実際に存在しています。 海山は海洋プレート上に存在していることから海洋プレートとともに深部まで沈み込みます。その過程では大規模な海底地滑りやさらに深部では地震、大きな地震に影響を与えることが知られています。特に近年新たに発見された従来とは異なるタイプの地震との関連性も非常に注目されています。海山による 陸のプレートの変形過程というのは通常数万年から数十万年かけて非常に長い時間をかけて生じることが知られています。そのため我々が直接その全てを観察することはできません。ですが砂箱実験と呼ばれる砂を用いたアナログモデル実験を行うことでその過程を疑似的に再現し観察することができます。私も同様にして 海山沈み込み過程を砂箱実験で再現し、その変形過程を画像解析を用いて解析することで、海山沈み込みによる大規模な海底地滑りがどのような範囲に広がるのか、また、それに伴う断層の形成過程はどういったものかということを解明する研究を行っています。一方で、さらに深くまで沈み込んだ海山は、2011年東北沖地震のような巨大地震に影響を与えることが、 先行研究から指摘されてきました。このような地震は非常に深いところで発生するため、現在の科学技術をもってしても我々が直接観察することはできません。しかし、そういった深いところにある岩石も長い時間をかけて隆起と侵食を受けながらやがて地表へ顔を出します。そこで海山の岩石資料を採取し、その中に記録されている構造の解析や え、化け学分析などから、海山が変形した際の深度や力学情報を復元し、深部での海山の挙動を解明する研究も行っています。これまで海山沈み込み過程に関しては、主に理論モデルが先行してきましたが、私が現在行っているこの2つの研究を組み合わせて得られた具体的な情報をその理論モデルに追加し、 詳細な改ざん沈み込み過程を理解することが私の研究の大きな目標です。最後に、大気海洋研究所という名前ですが、私のように地質学を屋内実験や化学分析、さらには野外調査を組み合わせることで複合的な研究を行うことができる環境が整っていることも、ここの魅力の一つです。ありがとうございました。